映画のタイトル、フライミートゥーザーマン。<お>これ日本語に訳すと、そう、私を月に連れてってっていうことにもなりまね、はい、すね。ここで皆さん、もしもですよ、月に行けるとしたら、誰と一緒に行きたいですか。かこれ聞いてみたいな、ね。はいね、野口さん、いきます。はい、そうです。あの、このタイトル自体はね、あのフランクシナトラの有名な映画で、うん、で、まあ、あの、こう。 これを聴くたびにねこれはどういう気分で歌ってるのかなってすごいいつも思う曲でいい曲なんですけど、えー、逆に僕が連れていくならそれは家族ですよねあ<ー>だからあの妻と子供たちと一緒にっていうのは僕3回宇宙行きましたけど、えー、いずれもお仕事で行ってるので <laughs> 家族にお土産話はするけど、えー、一緒にこう体験してないっていうのが常に負い目になってるので、えー、次行くなら家族と行きたいなと。 どうですかじゃあ、滝沢さんとね赤川さんはえと一緒に行きたい、今は大谷翔平選手ですか、ね、ら、もう先日、ドジャースタジアムで生28号ホームラン見たばっかりなので、ああもうこの興奮、もうばっちりその瞬間、取っちゃったんですよ、なので、あの大谷さんが月に行くとしたら、月の重力って6分の1なんですよね、ああつまり131キロのボールが月だと786キロああ、ええ、出るのかなっていうのを私がカメラマンとして行って。ああ はい、取りたいです。<laughs> 割り込んでも悪いですけど、僕宇宙三回目行った時に、<え>宇宙から大谷君と話してるんですよ。えー、だから、まだあのエンジェルスだったんで、で、マトン監督と大谷君が出てきて、上で話をして。はい、同じ話をしました。だから、月に行ったら、6倍飛ぶからねって言ったら、すごい喜んでます。えー、うわ、見たいですね。えー、たいですね実際ね。じゃ、あ滝沢さん、どうですか。えー、ちょっと、私、ずるいかもしれないんですけど、一<え>人がいいです。あ、なるほどな、なるほど、そういう一人。 あのなぜなら、うんまあ、安全面も保証できないので、うん、あまりたくさんの人は呼べないなと思ったのとあとは自分が行って自分の1回目で確かめて、うん、ここは素晴らしい場所だよって人に言ってから行んか自分がまず友達の第一人者になってみたのでご飯とか誘ううもそうですまず自分でちょっと確かめて、ね、自分の目そして自分の心から出た言葉を。うん 一回友達に言ってそれで大親友の幸子が来るか来ないかはその時に決めてもらってっていうぐらいまずはでも一人で一人攻めさせていただきたいなるほどなるほどそういう意見もあるんですね。えー、意外と身長でいらっしゃる、はいはい